こんにちは、榎本美沙です。今日は小豆がゆというものをご紹介したいと思います。小豆がゆ召し上がったことある方いらっしゃいますかね。あの小豆をですね、ちょっと固めに茹でて、ご飯と一緒におかゆにしていくんですけれども、すごくですね、小豆の滋味あふれる味わいと、ちょっと最後に加えるお醤油ですごく美味しく仕上がります。この小豆がゆは1月の15日に食べることで1年の厄を払うというものなんですけれども、すっごく美味しいので普段から私も食べたいなと思うおかゆになります。ぜひですね、1月の15日でも願いを込めて作ってみていただいて、召し上がっていただけたらなと思います。あの小豆はですね、浸水の必要もないので、比較的気軽に作っていただけるかなと思いますし、小豆がゆはですね、体にもとってもよくって、あの胃が重たい時とかにもすごくいいかなと思います。ぜひお試しいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずお米ですね、30分浸水させてざるにあげてあります。そして乾燥の小豆、薄口醤油になります。薄口醤油がなければ濃い口醤油でも構いません。まずですね、小豆の下処理をします。さっと洗った小豆をお鍋に入れて、でかぶる程度の水を入れます。そして中火にかけていきます。この工程はですね、小豆の渋みを抜く工程になります。はい、沸いたらですね、このまま 2,3 分茹でていきます。はい、時間になりました。そしたらですね、火を止めて、これをですね、茹で汁を流していきます。この茹で汁はですね、結構渋みがあるので、捨ててしまって大丈夫です。で、小豆は鍋に戻します。そしたら、同じ鍋にですね、小豆を戻してお水を入れます。こちらで再び中火にかけます。こちらでですね、小豆を少し固めに茹でていきます。はい、煮立ってきたらですね、少し弱火にして、このままですね、小豆が固めに茹で上がるまで30分ほど煮ていきます。はい、時間になりました。ちょっとですね、一粒食べてみていただいて、あ、固めだけど茹だってるなというふうになったら、茹で上がりにしていただいて大丈夫です。こちらでですね、小豆と茹で汁に分けていきます。はい、茹で汁と小豆に分けます。今回はですね、この茹で汁も使っていきますので、捨てないようにしてください。で、この小豆は取り置いて、この下の茹で汁ですね、お水と合わせて4カップにしておきます。そしたらですね、いよいよおかゆを炊いていきたいと思います。まずお鍋にお米ですね、30分浸水させたものですね。そして小豆、そしてですね、茹で汁とお水を合わせたものになりますを入れて、こちらで中火にかけていきます。はい、煮立ってきました。そしたらですね、一回鍋底の方からこうひと混ぜします。混ぜられたら弱火にして、で蓋をですね、少しずらしてしてあげます。このまま30分ほど煮ていきます。
はい、では時間になりました。開けてみます。うわー、すごいとろっとしてます。ちょっと様子を見てみますね。あ、見てください、美味しそうに炊き上がってると思います。美味しそう。そしたらですね、ここに薄口醤油を入れて混ぜ合わせます。全体を混ぜ合わせたらこちらで OK です。こちらで出来上がりになります。はい、では小豆がゆいただいてみたいと思います。いただきます。小豆のいい香り、そして薄口醤油を入れたので醤油のですね、旨味の香りがします。とろっと仕上がってて美味しそうです。そしていい色に仕上がりましたね。いただきます。すごくホッとする味わいです。うん、お粥なのですごく軽くてパクパク食べられます。1月15日に1年の邪気を払うための、小豆がゆですけれども、普段から食べたいぐらいとっても美味しいです。私、発酵あんこというですね、お砂糖を使わないあんこのレシピもご紹介しているので、結構小豆はですね、家にあることが多いんですけれども、すごく体にもいいですし、この独特の風味がですね、お米と合わさってすごく美味しいなと思います。ぜひ発酵あんこを作られている方で小豆がちょっと余ったらですね、この小豆がゆも試してみていただきたいと思いますし、お米も今回少ない量でおかゆなのでね、こう2人分炊き上がりますので、すごくヘルシーで消化にもいいかなと思います。この1年の邪気を払うという1年ちゃんと過ごせますようにという気持ちを込めて、小豆がゆ今回作りました。ぜひですね、お試しいただけたらいいかなと思いますし、すごく美味しいので、この時期だけじゃなくてもこの小豆がゆね、朝ごはんとかにいいと思います。ぜひ作ってみていただけたらと思います。これからもですね、こういう季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理もいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。美味しい。